前回までの動画でネパールの観光の様子をお届けしました。今回からはマナスル登山の様子をお届けします。この日はカトマンズの観光局に登山の許可証をもらいに行きました。ここで今回マナスルに挑戦するメンバーを紹介します。全員で8名で、男性が6名、女性が2名です。南米最高峰のアコンカグアやヨーロッパの山を登った経験のある方たちばかりです。この他にもベースキャンプまでのトレッキングに同行する日本人のお客さんが4名います。はい、ということで無事に入山許可証をもらいました。この日の夜はマナスルに登るメンバーで食事会です。ネパールの民族舞踊を見ながら食事ができるお店でした。なんか顔がいい、顔が、目がいってる。さあ、楽しい食事を終えて翌日はカトマンズを出発です。はい、皆さんこんにちは。今日は9月の5日です。で、今ねカトマンズにいるんですけど、これからこの後ろのバスに乗って、まあ、登山口の、方向を向かっていく、まあ、登山に向けてこう出発するという感じです。はい、もう荷物ももりもり積んでます。あ、すごいすごい元気な学生さんですね。はい、ということで、じゃあこのバスで移動です。この日はカトマンズからアルガートバザールという場所を目指します。移動時間はおよそ8時間、ロングドライブです。途中でお昼休憩にカレーを食べました。ネパールに来て6度目のカレーです。正直この移動はネパールの旅の中で一番辛かったかも。椅子が固めのバスで、あまり良くない道を8時間も、かなりね体力削られました。はい、こちらが私のお部屋です。でベッドが2台あるんですが、マナスルの登山隊はこっちの、こういう部屋を1人で使えます。でこれよいしょ、手洗いかな、よいしょ、あれ開かない、開かない、開いた、よいしょよいしょ、あ、シャワーとお手洗いだ。はい、こんな感じであります。アルガードの街並みはこんな感じです。さて翌日、ヘリコプターに乗って標高3500メートルのサマ村という場所へ移動します。さあ、それではサマ村に向けて出発です。ヒマラヤの山々が出迎えてくれています。
そして今回登るマナスルがこれです。もうね、迫力がすごくてちょっと身震いしました。はい、サマ村、ヘリに乗って到着しました。でここで標高3500m ですね。で、まあ、着いたばっかりなのであんまりこう急いで動かずにちょっとゆっくり動いて、まあ、高所に、ね、慣れるようにしていきます。で、このね後ろがねもう中国らしいですよ。中国との国境がもうすぐそこにあるっていうことですね。でこれ周り見てください。もう 6000m 級の山でね囲まれている。で、奥の方にねちょっとねベースキャンプ、ですね、マナスルのベースキャンプがこの奥の方に見えているというね感じです。はい、でこのサマ村で、まあ、3日4日ですね、この高所順の、高所に体を慣らすというような、まあこうスキームに移るというね感じです。サマ村を少し散策してみます。目の前、塔のようなものはストゥーパですね。この仏教の、まあ、塔ですね。役です。すごい、はい、こちらが私たちがサマ村で滞在する宿ですね。私ナンバー6なのでここです。よいしょよいしょよいしょ。はい、こんな感じです。でここをね一人で使います。はあ、ここは木の香りがして嫌な匂いしないな。綺麗なお部屋です。でベンチがあってっていうようなねシンプルな部屋。充電もあります。はい、夜ご飯の時間ですね。で今日のメニューはこれです。じゃーん、すごい、とんかつ定食、すごい、しばらくの間は日本食が食べられないと思っていたら、私たちのチームは日本食が作れるシェフが帯同していて、とっても美味しい日本食が毎日のように食べられたんです。もしねヒマラヤに行きたいと思った方はアドベンチャーガイズとね検索してください。はい、おはようございます。今日はサマ村に到着して2日目です。で今から、高所順応のための、トレッキングに出かけます。で、だいたい 3-400m くらい標高を上げるらしくて、だから今ここ標高3500なので、まあ、4000m 弱のところまでこうゆっくり歩いていくという感じです。はい、あんなところに野生のヤギがいます。見える？みんなこれですよ、すごい。この日はゆっくりと体を慣らしながら5、6時間ほど歩きました。はい、おはようございます。サマ村滞在3日目です。で昨日はですね標高 3500m のサマ村から標高 4000m の地点まで高所順応のために登ったんですが、今日は 4300m まで高度上げます。で明日ですね、翌日はベースキャンプ標高 4800m まで行くんですよ。だから、まあ、今日なんとか頑張って4300まで行って高度に体を慣らすという感じです。はい、ちょっとね倦怠感みたいなのは感じているんですが、まあ、これはね高所では当たり前のことなので、まあ、疲れてるからどうしようとか思わずに平常心を保ってね歩いていきたいと思います。はい、それではどんどん頑張って歩
歩いていきます。こちらはベースキャンプまで荷物を運んでくれるラバという動物です。おー、やばい、こっちからもラバ。ロバに挟まれてるわ。川に橋が架けられているのですが、この川は氷河が溶けてその水が流れてきています。はい、トレイルからはね、こうやってヤクだったり、奥にはお馬さん、ロバかな、いるんですよね。すごい自然。ちょっと急な道。よいしょ。よいしょ。スタートしてだいたい2時間弱くらいかな、経ちました。で、標高は3900メートルを超えましたね。よいしょ。で、もう今みたいに、こんな感じで、遮るものがないと結構ね、冷えます。はい。で、まあちょっと辛いですね、正直なところ。で、こういう時は深呼吸とこまめな水分補給を忘れない。もうこれは基本ですね。もうとにかく基本に忠実に淡々と、よいしょ、こなすだけですね。はい、ということで、ゆっくりゆっくり登っていきます。はい、登山道をね、こう登っているとこんな風にお祈りのための、石が積まれている。私は今ヒマラヤにいるっていうのをね、実感させてくれますね。よいしょ、どんどん先へ。さて、ここでちょっと休憩。ガイドのチェパが行動食を持ってきてくれたんですが、一体何を持ってきてくれたでしょうか。正解はこちら。スイカだ。はい、チェパさんがこのスイカを担いでくれました。ああ、ありがとう。重くなかった？あんまり重くないですよ。重くなかった。しかもナイフめっちゃちっちゃい。ナイフちっちゃい。切れるかな。おお、すごい美味しそう。真っ赤、真っ赤だね。はい、はい、どうぞ。ありがとう。スイカです。素晴らしい。はい、スイカで休憩です。並んでいられる、すごいよ。高めない、うん、高めない。おいしい。これで休憩を取ってみましょう。おいしい。はい、これはカルカっていう場所で、牛とかロバとかを放牧する場所らしいです。なんか桃源郷みたいな、すごい綺麗な景色、はあ、夢の中みたい。よいしょ。最高の景色。よいしょ。はい、ちょっと休憩です。で、今標高4000、はい、超えたくらいの場所ですね。で、ここはカルカっていう場所です。で、あの夏の間にこのちょっと標高高いところに、ヤクを連れてきて草とかを食べさせて、でヨーグルト作ったり、まあ、牛乳絞ったりするような場所。はい。で、まあ、ちっちゃい小屋とかにを建ててこう人が住んで、まあ、ヤクをお世話するみたいな、そんな感じの場所みたいです。入ってもいいですか？ありがとう。こんにちは。
奥のおじいさんはお経を唱えながらマニ車を回しています。ヤクミルク、ヤクミルクで、ミルク、ヨーグルト、バター、ヨーグルト、バターを作るんですね。スモールベビーカウ、スモールベビーヤク、スリップ、ベビー。ちっちゃいヤクがここで休むんですね。オッケーオッケー。アンダースタンド。あ、オッケー、ミルク。あ、ミルクをあえてね、鍋でね。アンダースタンド。ありがとうございました。午前中きつかったらちょっと慣れてきましたね。ね、だいぶ慣れてきました。ネイティブファーストで。ありがとうございます、ジェントルマン。はい、今日のゴールに到着です。標高4250m 地点、やったー。皆さん元気ですか？あー、すごいみんな元気そう。ゴールはい、これが今日の最高地点からの景色です。よいしょ。あ、すごい。沢村があんなちっちゃく。はい、下山ですね。下山はね、行きとちょっとだけ違う道を通ります。はい、こんな感じで樽町ですね、仏教の旗ですね。ここお寺みたいです。あー、すごい綺麗。タルチョに大きな岩、なんだこりゃ。3階。はい、あと下の方まで降りてきましたね。すごい岩がそそり立ってます。で、さらにすごいのがこれ、見てください。見えるかな。見えますね。人がね、いるんですよ。で、これはヤクが冬に食べるための草を取ってるんです。すごいな。遊んでる、サッカーで。あー、ナマステー、ナマステーこんにちはナマステーバイバイサッカーで遊んでますね。はい、学校に寄付するためのものを日本からね、ちょっと持ってきたので、それを渡したいと思います。まずは鉛筆よいしょ。こんな感じで鬼滅とか動物の森とか、なんかキャラクターの鉛筆を持ってきました。全部でどうだろう、100本はないくらいかな。はい、はい、こういう自由帳とかを全部で30冊くらいかな。はい、持ってきましたこれをね、トレッキング中ずっと持ってたからすごい重かった。よいしょ。すごいショット、はい、こんな感じ。ポケモンのやつとか、はい、持ってきました。サマ村に戻ってきました。今日のご飯は、ご飯っていうか
今日のトレッキングの後のちょっとおやつはうどん、うどんです。トゥクパートゥクパー、うん、おいしい。うどんだ。え、これ日本のうどんですか？違います。あ、現地の麺、日本のうどんじゃないと思う。おいしい辛いけどおいしい。うん、うん、うん、はい、夜になりました。これからご飯です。ねえ、こんにちは、拭いてください。はい、今日の夜ご飯はコロッケでした。おいしそう。すごい超巨大コロッケ。このコロッケは日本で食べるものよりもクリーミーな感じでニンニク風味でした。毎日のように日本のご飯が食べられて本当にね幸せです。さあ、この日はベースキャンプに向けて出発する日です。着々と荷物の準備も進んでいます。はい、皆さんこんにちは、おはようございます。今は9月9日の、朝ですね。で、今日は、この佐間村から、ベースキャンプまで、移動、まあ、歩く日ですね。標高3500メートルの佐間村から標高4800メートルのベースキャンプまで、はい、移動する日だったんですが、ちょっとね、私が膝にかつてないほどのちょっと痛みを覚えまして、ちょっと私だけ、残って、1日休息を取ることにしました。で、翌日、ベースキャンプに、まあ、歩いて行こうかなと思っております。はい。で、まあ、ガイドさんの話では、ちょっとね、まあ、頑張りすぎたというか、まあ、いろいろ疲労が溜まってて、太ももとかの筋肉とかが、まあ、張っちゃってて、それで膝にも痛みが出てるんじゃないかっていうことなので、ちょっとまあ一日、休息を取ります。まあね、結構ね、環境が全然日本と違うから、こう、ね、なんか、いろんなことに、こう、なんかあたふたしてしまう自分もいるんですが、まあそんな時も常に平常心保って、はい、頑張ろうかなって思っております。はい。ということで、まあ今日は一日休息の日なので、まあゆっくりしたいなと思います。よく考えたらね、休息を取るのすっごい久々で、なんかちょっと嬉しいですね。はい。ということで、今日はゆっくりします。バイバイ。ということで、私はチームのみんなと別れ、翌朝ベースキャンプを目指すことになりました。果たしてベースキャンプにたどり着くことができるのか、こうご期待です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。